皆さんこんこにちは今日は上海の封鎖と習近平のご判断について話します上海市が封鎖されてからすでに2週間経ちました当初はプトンとプシー両地域を4日間ずつ時間をずらして封鎖すると言いましたが今は5月上旬まで封鎖する予定だと言われています しかも上海の封鎖は過去の全ての都市の封鎖と違って軍隊が入っています。すでに10万人の軍隊と武装警察が入って管理しているので、実は改外と同じです。多くの感染者は医者など医療関係者が来て救急車で運ばれるのではなく、警察に強制的に連行されていきます。 感染者を運ぶために来た人と感染症が交渉する動画を見たことがありますが、連行される予定となったいわゆる感染者には政府関連部分が出してくれた PCR 検査陰性の証明があります。にもかかわらず、運びに来た人は強制的にこの市民を運んでいこうとしています。 市民が自分には政府が出してくれた陰性の証明があり、電話の録音もあると言っても、運びに来た人は自分は CCTC の命令を実行するだけで他のことは構わないと、もし協力してくれなければ強制的に連行していくと話していました。最後には、いわゆる感染者は仕方なく泣きながら警察に連行されていきました。 この人のやり方は警察あるいは軍隊のやり方で普通の医療関係者はこのような言い方は知らないです。上海では社会面の感染者ゼロの目標を達成するために PCR 検査陽性の人数は公開しなく関連部門が感染者本人に直接電話して検査結果を知らせます。 だから、上海市の公開データは信用できないです。上海市が公開したデータによれば、上海市の感染状況は、無症状感染者が13万人で、重度感染者は1人しかなく、死者数はゼロです。こんな状態で都市を封鎖する必要があるでしょうかしかも、軍隊まで入って、加減する必要があるでしょうか この通りは一般人すらみんな知っているので、習近平は知らないわけはないでしょう。多くの人が習近平の周りには、江沢民の人が多くいて、習近平に誤った情報を提供するため、習近平は見誤りをしていると思い、見誤りをしないように習近平に忠告していますが、私に言わせれば、 習近平は何もご判断をしてありません。逆に習近平に見誤りをしないように中国する人自身が習近平に対して見誤りをしています。アメリカのトランプ大統領、バイデン大統領、台湾の蔡英文総統、日本の元首相安倍さんなど、 みんなが習近平にご判断しないように忠告したことがありますが、ご判断しているのはこれらの首脳たちです。習近平に対してご判断しています。習近平は普通の人間ではなく、共産党の総書記です。共産党とはどんなものでしょうか人間でもなく、普通の組織でもなく、それは共産じゃれいです。 習近平は共産者例につかれていますだから習近平の考え方は普通の人と違います習近平に聞いてみてくださいあなたは見誤ったことがあるかと聞いてみてくださいおそらく習近平は認めないでしょう最後の結果を見てください見誤ったと認めるのは必ずトランプバイデン蔡英文安倍さんなど 習近平に正しい判断をするよう希望していた人たちです。トランプ氏はアメリカ大統領に当選した当初、習近平は自分の最も親しい親友であり、金正恩も自分の最も親しい友人だと話したことがあるでしょう。しかし、数回交渉した後、特に米中貿易契約を結ぶために、数回やりとりした後、 何を言ったのでしょうか習近平は自分の友人ではないと言い直したでしょう習近平とトランプ誰が見誤ったのでしょうか習近平は江沢民派に囲まれて江沢民の家来が偽情報を提供してあげるため習近平は正しく判断できないといろんな人が話していますが確かにこのこともあります 習近平の軍師と言われている王風人王康寧氏は他でもない江沢民派です。しかし、情報の真実性を判断し、最後に決断を出すのはやはり習近平自身です。習近平が本当に真実の情報を得ようとすれば、インターネットに入れば何でもあります。中国の新型コロナ情報、ロシアの情報など、 すぐ見られます。それらの情報からある程度現状を把握することができます。少なくとも周りの人が提供してくれた情報に希望を持つことはできます。例えば、現在上海の状況、食料がないため援助を求める文章や動画がたくさんあります。また臨時病院ではトイレや防寒設備がなく、最低必要な設備が整えてなく、 管理が混乱している動画もたくさんありますまた、中国のある著名な博士指導教官、朝鮮病院の副院長、両翔徽氏、両翔旗氏は、5月10日、感染拡大防止のため、上海では一般人の死亡率が急増しており、糖尿病が83%、自殺が66%、 慢性肺遺伝病が21%増加したとの文章を発表しました。これらの文章や動画はいくらでもあり、習近平が見たければいくらでも見られます。まだアメリカ国務省は、上海駐在の領事館のスタッフたちに、上海から撤去するよう命令しました。この命令は急に出したものではなく、4月5日、 アメリカ領事館の職員が WeChat で海兵隊のために食料を取っておくよう同僚たちに依頼したことがあります。またアメリカ政府も外交官たちに上海を離れるか離れないかは自分で決めるよう知らせを出したこともあります。これらのことは習近平は知っているはずです。 中国の新型コロナ対策の最高指導者は、孫春蘭、孫春蘭副首相ですが、彼女は、上海の新型コロナ対策は政治問題だと話したことがあります。4月8日の夜、中共の一部の医療専門家たちが、上海及び全国の新型コロナについて2時間の会議を行ったことがありますが、 その会議の記録を公開した人がいます。会議記録によれば、専門家たちは感染拡大防止には科学より政治的の手段がもっと効率的だと考えています。科学的対策によれば、パンデミックは5月上旬まで続くかもしれないですが、政治的手段をとってもっと厳しく管理すれば、 4月20日頃に感染者ゼロの目標を達成する可能性があると考えています。まだ感染拡大防止の目的には政治の要素が市民の生活や生命よりももっと優先に考えられるものです。彼らは10月に第20回の共産党大会が行われるので、 その時、現在の上海のようなパンデミックが発生する都市が出てきて、やむを得ず封鎖するようになれば、国際世論への影響が非常に悪くなるだろうと考えています。習近平から医療専門家まで全ての人の考え方がおかしいです。だから彼らが正しい対策を取るよう希望しているのは間違っています。彼らは、 私たちが考えている正しい方法を取ることはないです。彼らの基準は私たちと違います。他のことに対する判断も同じく、習近平の判断基準は正常な人と違います。トランプであれ、バイデンであれ、蔡英文であれ、安倍さんであれ、 彼らは自分の基準で習近平のことを図って習近平にご判断をしないように忠告しますが習近平に聞いてみてください何を言うのかおそらく習近平はあなたたちがご判断をしていると言うでしょう例を挙げて説明すれば犬は人間の排出物を食うんですねそれで犬にそれは汚いものだからそれを食うのは間違ったと それを食わないように忠告してみてください。犬は聞かないでしょう。犬と人間の基準が違うからです。ちょっと汚い例ですが、確かにこのようなことです。アメリカはニコソン大統領の時代から、中共に対してずっと見誤ってきました。中国に経済発展をさせて、中共にお金を持たせれば、中共は変わって、 民主主義をやるだろうと思ってきたでしょう。結果はどうでしょうかだから中教にはいかなる希望も持たないでください。多くの国の指導者が、中教がロシアを説得してウクライナの侵攻をやめるよう希望していますが、私に言わせればそれは妄想です。 一番いい方法は全世界の正義ある人たちが力を合わせてロシアと中共を崩壊させてこの世から消してしまうことです。これは一番いいことで最後には必ずこのようにやるでしょう。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。